ZMC-2 飛行中の ZMC-2 を左から見る ZMC-2 は金属製の船体を有する全金属飛行船である。アメリカ合衆国のエアクラフトディベロップメント社が開発し、アメリカ海軍が運用した。グロッセアイル海軍航空基地で1928年に建造が始まり、1929年に初飛行した。 ZMC-2 の船体は、流線型で前方が太く船尾側が細長い、ティアドロップ型で、外壁には、アルクラット材が用いられた。全長149フィート5インチ、最大直径52フィート8インチで、相対積20万2200立方フィートだった。アメリカ・ニュージャージー州のレイクハーストを拠点として、実験や実証用途で12年間運用され、 1941年に解体された。総飛行回数は752回、総飛行時間は2265時間、総飛行距離は8万マイルで、世界唯一の実用的な全金属飛行船だった。ZMC とは、チェッペリンメタルクラットの略である。ZMC-2 は、デトロイトエアクラフト社の一部門である、エアクラフトディベロップメント社によって開発された。 ZMC-2 の開発を指導したのは、ラルフ・アップソンである。彼は、エンジニアで、気球乗りでもあり、気球レースのゴードン・ベネット・カップでの優勝経験も、あった。1922年頃から、アップソンと同社は、これまでにない斬新な飛行船の可能性を、模索していた。飛行船は、その船体内に、空気より軽い不要ガスを封入することで、静的浮力を得る。 航空機である。アップソンらが構想したのは不要ガスを封入する、船体を金属で構成する、飛行船であり、全金属飛行船、または、メタルクラッド飛行船と呼ばれるものだった。ヘンリー・フォードとエドセル・フォード、ゼネラル・モーターズのチャールズ・ケタリング、アレックス・ダウ、ウィリアム・ビース・スタウトらの支援を得たアップソンは、カール・フリッチェとともにデトロイトエアクラフト社を設立した。 1925年、アメリカ海軍のグロッセアイル海軍航空基地の一角に全金属飛行船を建造するための専用の格納庫が建設された。この格納庫は高さと幅がそれぞれ120フィート、長さが180フィートの大きさであった。試作機に続く全金属飛行船の建造計画もあったため、格納庫は将来拡張できるようになっていた。 全金属飛行船の実現に向けて、船体の機密性の確保方法、軽量化、腐食対策、振動対策、そして建造方法などについて研究が進められた。全金属飛行船は、金属の骨格で、船体形状を保持する点は、従来の公式飛行船と同じであったが、船体外壁を布張りとしていた公式飛行船とは、 構造部材への荷重のかかり方が大きく異なっていたため基礎研究が行われた。試験機としてジュラルミンを船体に用いた ZMC-1 が製作された。船体外壁のジュラルミンの厚さは0.008インチで当時この薄さの腐食特性は未知であった。そこで ZMC-1 により6ヶ月間の曝露試験が実施され腐食特性や 税価特性が調査された結果、ジュラルミンは安全な材料とは言えないことが判明した。ジュラルミンは腐食の影響を受けやすく、海軍飛行船の運用環境において想定される、塩害に特に弱かった。その後の研究の結局、船体外壁にはアルクラット剤を採用することとなった。アルクラット剤とは、強いジュラルミン系合金を新材として、表面に 純アルミニウムの薄い層を圧着、被覆して、新材の耐食性不良を保管した合板である。アルクラット合金の不利な点は、アルミニウム板よりも厚くなることで、飛行船の重量が当初想定より、数百ポンド重くなった。ZMC-1 などによる入念な研究を経て、1928年に、ZMC-2 の建造が始まった。ZMC-2 は、 アメリカ合衆国においてアルクラット材を使用した最初の航空機となった。ZMC-2 の船体を組み立てるため、デトロイトエアクラフト社の一部門であるアビエーションツール社によって特注の自動リベット接合装置が開発された。この接合装置は巨大なミシンのように動作するもので、アメリカ海軍航空工渉から ZMC-2 建造のため移籍してきた。 エドワード・ヒルが考案した。1928年3月7日、ZMC-2 建造のため、リベット接合装置が稼働し始めた。 リベット装置は、リールからアルミニウム製の小さいワイヤを3本送り出し、それらを上下互い違いに編み込んでリベット止めし、幅約0.25インチの編み目を作っていった。リベット装置は、理論上は1時間あたり50フィートの編み目を製造できるはずだったが、実際には平均10フィートか、それを少し超える程度の製造速度だった。リベット装置によって、 手作業だと128人分かかるリベット打ちを2人でこなすことができた。船体は前後に分割して製造された。船体外壁機は厚さ0 2 4ト、mm、ルのアルクラット材の薄板で構成された。薄板は扇形に加工され、その端同士をリベット接合することで輪のような形状が作られた。そして、その輪を隣の輪と リベットで繋ぎ合わせて船体が構成された。船体の建造は前後に2分割されて行われ、それぞれ船首、船尾側から進められた。建造中の船体は横倒しにして天井から吊り下げられており、製造が進むにつれてティーカップを逆さまにしたような形状が現れた。前後のパーツの製作が完成した後、両者を垂直にしてリベット接合し、 一つの船体となった。用いられたリベットは約350万本に及んだ。船体外角の剛性と強度を確保するため、船体断面の要所要所に円形の6材が加えられた。さらに、6材間を前後方向につなぐよう、軽量の縦通り材が配置された。ZMC-2 のこの船体は、構造力学的には、セミモノコック構造であり、内部は、 さながら巨大な鳥かごのようであった。ZMC-2 の不要ガスにはヘリウムガスが用いられた。ヘリウムガスは直接船体に封入され、布などによるガス袋は用いられなかった。ヘリウムガスは空気と混じりやすく一度混合すると分離が難しい性質を持つため、ZMC-2 の船体にヘリウムガスを入れるのは事前の予想より難航した。 船体内を純粋なヘリウムで満たすためには、事前に船体から空気を抜いておく必要があった。そこで、封入作業は2段階に分けられた。まず空気より重く、ヘリウムと混合しにくい二酸化炭素で、船体内を満たし、次にヘリウムを入れて二酸化炭素を抜くこととなった。封入作業の直前に、船体が二酸化炭素で満たされると、重さが数千ポンド増えることが危惧された。 そこで、船体破壊を防ぐための補強作業が実施され、これに数週間を要した。空気の入れ替えのため、船体の下部と上部にそれぞれパイプが接続された。第一段階では、二酸化炭素は、船体下側から送り込まれ、上側から空気が抜かれた。次に、上側のパイプからヘリウムを送り込みつつ、下側のパイプから二酸化炭素を抜かれた。 ZMC-2 の建造にかかった費用は、ZMC-1 の費用も含めて75万ドルだった。このうち、アメリカ海軍が30万ドルを支払い、エアクラフトディベロップメント社が、残りの45万ドルを負担した。ZMC-2 の船体外形は、流線型で前方が太く船尾側が細長い、ティアドロップ型である。船体寸法は、 全長149フィート5インチ、最大直径52フィート8インチで、相対積20万2200立方フィートである。船体外壁機は厚さ0.24ミリメートルのアルクラッド材で構成された。アルクラッドの薄板は約350万本のリベットで接合され、なぎ目はコンパウンドで丁寧に埋められた。チェッペリン飛行船でもいられた。 ゴールドビーターススキンと呼ばれる牛の盲腸から作ったガス脳よりも機密性が高かった。船体の構造は輪切り状に等間隔に並んだ円形の六材と、それらを前後につなぐ縦通り材、そして外壁で応力を分担するセミモノコック構造であり、軽量で丈夫という特徴を持つ。船体の縦通り材は等間隔に24本、六材は12本、外壁は 厚さは 0.24mm あるクラッド材で覆われた。6材のうちの5本は強い構造部材で、そのうちの特に3本でゴンドラ、エンジン、軽流柵などの集中荷重を受け持つ構造だった。残りの6材は船体形状を維持する役割であり、軽量な構造であった。ゴンドラは船体前方に位置する最大直径となるあたりの下部に取り付けられていた。 ゴンドラの全長は24フィートで、幅は6フィート6インチである。ゴンドラ内には操縦装置、無線機器、燃料タンクなどを備え、操縦士2名、整備士1名、さらに約4名を収容できる。ZMC-2 の全長は直径の2.8倍であったが、これは飛行船としては太く短い型で、構造力学的に曲げに強い形状である。一方、 このような比率は飛行力学の理論上は不安定になるが、風洞実験の結果を踏まえて、安定板の枚数を8枚として比較的前方に配置することで安定性を確保していた。安定板は、船体の周囲に等間隔に配置され、4枚が水平安定板、残る4枚が垂直安定板の役割を果たした。安定板の外壁も、アルクラット材が用いられた。 水平安定板と垂直安定板の公園には、それぞれ昇降だと方向打が備わっていた。火事はゴンドラから伸びる操縦柵で操作されたが、船体上側の方向打2枚には、柵がつながっていなかった。ZMC-2 の不要ガスはヘリウムガスが用いられ、船体に直接封入された。船体内のガスは、大気圧や温度に依存して、膨張、収縮する。 そこで ZMC-2 の船体内にバロネットと呼ばれる空気棒が設けられた。バロネットは船体の前方と後方に一区画ずつ設けられ、体積はそれぞれ640立方メートル、793立方メートルであった。バロネットは伸縮性の布で覆われた空気袋であり、通常の空気を出し入れすることができる。 バロネット内の空気量を調整することでヘリウムを失うことなく船体の内圧を調整することができる。また、バロネット内の空気量を増減することでヘリウムガスの体積を増減させて上昇加工の制御も行われた。さらに、選手側と船尾側のバロネットのバランスを変えることで選手の上げ下げの制御も行われた。エンジンは220馬力の ライとホアールウィンドエンジンが2発で、ゴンドラの左右に伸びた支柱の先に取り付けられていた。プロペラはエンジン前方に取り付けられ、いわゆる牽引式配置だった。膠着装置は当初は中空のスティール製ボールが用いられ、ゴンドラに3点式で配置された。このスティール製ボールは効力を低減して飛行速度を高めるためアメリカンフットボールのような形状をしていた。しかし、 後に旋回可能な一般的なタイヤに置き換えられた。建造から解体まで、ZMC-2 の船体に塗装は施されず、表面に US ネービー、US Navy と ZMC-2 と表記されただけであった。ZMC-2 は、世界唯一の全金属飛行船として完成した。1929年8月19日に初飛行し、1ヶ月後には、 運用拠点となるアメリカニュージャージー州のレイクハーストに移った。ZMC-2 はアメリカ海軍によって運用され、チンブリンプの愛称で呼ばれた。ZMC-2 はアメリカ海軍で12年間運用され、すべて実験や実証目的であった。約20万立方フィートという船体体積は商業用途には小さかったが、実験用としては十分な。 大きさであった。軍の訓練用飛行船として見ると、軟式飛行船よりも適した性能と特性を示した。さらに、全金属飛行船は重量面でも、軟式飛行船と比べて遜色ないことも示された。ZMC-2 によって、全金属飛行船の実現可能性だけでなく、実用性も実証された。ZMC-2 は、太陽光による加熱や、 冷却効果の影響を受けやすく、送風機による内圧調整がなければ、有刻には空気漏れや雑屈を起こすことがあった。一方で、運用中の ZMC-2 から不要ガスが拡散する割合は、布製の船体を持つ軟式飛行船よりも小さかった。これにより、ヘリウムガスの補充は軟式飛行船よりも少なく済んだ。ZMC-2 は、 運用期間中ほぼ無故障であった。運用拠点をレイクハーストへ移して間もなくの頃、一度だけ大きな事故があった。ハードランディングしてしまい、ゴンドラが船体底部を押し込んでしまった。船体内のヘリウムを抜くことができなかったため、窒息事故の危険があり、修理は難航した。最終的に、建造に参加した技術者が呼び出され、機密服を着用して、 船体内に入り修理を行った。ZMC-2 の構造重量は送付力の50%以上を占め、経済的に成立する上限といわれる30%をはるかに超えていた。また、短く太い船体形状のため、高天時の操縦は難しかったとも言われている。ZMC-2 は実証飛行で全ての使用項目を満たしたものの、海軍が本気で、 興味を示すことはなかった。初飛行からちょうど10周年の1939年8月19日に記念飛行を行ったのが記録に残る最後の飛行だった。その後、1940年6月14まで地上保管された後、最終的に解体され、ゴンドラと機器類は学生向けの訓練施設に転用された。 ZMC-2 の総飛行回数は752回、総飛行時間は2265時間、飛行距離は8万マイルであった。エアクラフトディベロップメント社は後継機の開発も構想していた。1931年頃にはアメリカ軍はドイツの飛行船、グラーフツェッペリン号よりも巨大な全金属飛行船を構想していた。それは 4万ポンドを運搬でき、600内し800バリー機のエンジンを発揮備え、時速100マイルで飛行でき、ZMC-2 の40倍もの大きさとなる飛行船だった。しかし、世界恐慌の煽りを受けて1932年にエアクラフトディベロップメント社は破産し、後継機が実現することはなかった。注釈のないものはカーグッドによる燃料250ガロン。 巡航速度での飛行時、ありがとうございます。